こんにちは、うぷ主役の霊夢です。今回は、よく言われている中キャラ、レミリアの弱点を見つけていきたいと思います。とは言っても、2P 仕様だからフランだけど、あ、もちろんうぷ主派霊夢を使います。未だに霊夢以外使ってません。やはり敵の周りに弾幕を張ってきましたね。そして5発を同時に発射する何かを一定時間ごとに飛ばす、おなじみの戦法ですね。しかし、よく見てください。周りにレミリアの弾幕ありますか？いや、ほぼありません。お、バインド運用弾にヒット、一気に攻撃します。そして隙をついて一気に格闘、周りの弾幕には一発だけヒットしていますが、格闘に勝てば大きな見返りがします。そして、この5本は、真ん中以外の弾幕ならヒットしても良しとしましょう。ただし、真ん中の弾幕に当たると、ガードしていても飛ばされてしまいます。これも一発しか当たっていません。つまり、相手の敵がイメージだと判断した場合は一気に格闘で蹴りをつけるのも一つの手です。さて、レミリアの体力が少なくなってきました。ここでレイムは作戦を変更、距離を取って、遠距離に有効なダッシュタグで攻撃していきます。ここまで離れれば、ワンチャンをかけても敵の周りにある弾幕を直接ぶつけに来ることはできません。エッグセントになったらすかさずダッシュタグ、これは結構安定します。まずは1本、さらにチャージが7363も溜まっています。開幕で5本を打ってくるかと思って回避行動を取ったのですが、先に弾幕を張ってきましたね。あっと、ダッシュチャージを利用されてしまいました。これにより相手のチャージが半分を突破。5本を打つタイミングは人それぞれですが、決まったタイミングで打ってくる人はいます。あ、全部メイン格闘でしたね。2撃目で焦ってメインを落ちてしまいました。あまり自分の弾幕を張りすぎると、レミリアの5本を見失う危険性があります。あ、真ん中の弾幕に当たって飛ばされましたね。こうなると結構厄介なので、できるだけ飛ばないようにしましょう。真ん中を食らうだけで1000ダメージ持っていかれるようです。あ、特殊近接により、レイムの弾幕が P に変換されてしまいました。しかし、それを待ってたかのように、格闘戦に打ち勝ち、相手の P を奪っていくレイム。レイムが若干優勢だが、勝負はまだ終わらない。この人は5本を打つタイミングがある程度決まっていますね。打ち直前に回避行動を省略、5本すべてを避けてしまいましょう。とか言いながら、さっき5本に当たって154になってますけど。しまった、後がない、行くがないと、よっしゃー、抜けたー。と、つまり。レミリアに勝った霊夢が中キャラ？あ、そうそう、円の中に入っていても、格闘攻撃を行うまでに敵を追撃する性質があります。これですね。なら、こうならないようにするには、一体どうすればよいのかと言いますと、追尾状態になっている時にガードを押すとキャンセルできます。あとは他の中に行くことがないので、このラウンドが終わったら動画を終了します。おっと、言わされていました。どうやら、HDD に向けた反対へのコンテンツ時は BGM がなくなるようですので、そのため、差し替えを押しています。求め方わかる人は、多分知れんときは控えないだろう。Rise, take a fire, night and rain.
サビー。